アレクサンドル・グロタン・ディーク、アレクサンドル・グロタン・ディーク、アレクサンドル・グロゼン・ジャッケ、1928年3月28日から2014年11月13日は、主にフランスで活躍したドイツ出身のユダヤ系フランス人の数学者である。日本の数学界では彼は、グロタン・ディーク、グロタン・ディック、グロタン・ディエク、グロタン・ディエク、グロテン・ディーク、 グローテンディークなどと表記されている。主要な業績に、スキームの考案による、大数幾何学の大幅な、書き直し、リットル、進むコホモロジー、エタールコホモロジー、クリスタリンヌコホモロジーの発見による、米油予想への貢献、モチーフ及びモチビックがロア軍の考察、エンアーベル幾何学の提唱、子供のデッサン、デサン・ディ・アンファンの考察等、基本的かつ深い洞察から、 多くの新たなる分野を開拓した。多効果理論、グロタンディーク群による、経理論への貢献、トポスの理論、アーベル圏による、ホモロジー大数の統合、ガロア圏及びアワチュー圏による、ガロア理論の一般化などの業績がある。またドリーニュ、イリュージー、ベルテロ等を多くの有名な数学者を育てた。数論機化という用語を提案したのもグロタンディーク、である。ジップは、 ウクライナ出身のアナキスト、母はハンブルク出身のジャーナリスト。出生時は母の結婚相手、ヨハネス・ラダッツ、ヨハンネス・ラドッツの子として、アレクサンダー・ラダッツ命名された。しかし二人は1929年に離婚。シャピロは彼を認知したが、繁華と結婚はしなかった。ベルリンで過ごした後、ナチスを避けて、父がフランスへ渡ったのに続いて、母と共にパリへ移る。 その後、ナチスのフランス占領に伴い交流され、母親と共に、フランスの収容所へ送られたが脱走。母は、グール強制収容所で終戦を迎え、グロタンディークは、オートイコール、ロアール県で、潜伏生活を送った。父サシャは、アウシュビッツ強制収容所で殺害されている。シャンボンのセベンヌ高校、現在のルコリッチリーセセベノルインターナショナルで数学の魅力に、 開眼した。終戦後に、モンペリエ大学を卒業、ナンシー大学に移りデュドネのもとで研究を始めた。初期の業績に関数解析学に関する研究がある。その後、セールラの影響から彼の関心は、大数幾何学へ移り、1950年代後半からのスキーム論による大数幾何学の書き換え、ホモロジー大数、総論、言論などへの貢献。 特に1957年の論文は、それぞれの分野だけでなく、数学全体に決定的な影響を与えた。米油予想の解決を目標と定め、そのために、大数幾化を根底から書き直し、大数幾化言論、エリメンツギジアマトリアルジブラケイ、映画をエウクレーデスの言論と同様に13巻刊行しようとした。しかし1巻から4巻まで、約1500ページのみが書かれ、 五巻以降は未完成。十三巻までの内容は弟子たちと共に行われたマリーの森の大数記化セミナー、スカという書物となって刊行されている。一巻から七巻まであり、約6500ページである。ワイル予想に最も貢献したのは、グローゼンジャッケの発見した新しいコホモロジー、エタールコホモロジー、コハミラジーイテイルであり、コハミラジーエル、アディク。 コハミラジー・クライスタラインなど、新しいコホモロジー論を発見。また、ホルティングスによる、モデル予想の解決もグローゼンジャッケのスキーム論を使ったものであった。彼の業績は、数論、大数期か、位相期かを統合するものだと評される。米油予想そのものは、グロタンディークが切り開いた道具立てを用い、弟子のピエール・ルネ・ドリーニュにより未解決二つが、解決された。 ジャン・デュドネと共にアイ・ヘイズの最初のパーマネントの数学の教授に選ばれる。1966年にフィールズ賞を受賞。1988年にクラフォード賞を受賞。本人は自体、1980年代初頭にフランスの市民権を申請したが認められたかは明らかではない。反戦運動と環境問題に熱心だったことから、 1970年頃にアイヘイズに軍からの資金援助があることを知ると彼は即座にアイヘイズを辞職。その後は数学から距離を置いたイントン生活を送るようになった。1985年には自伝的作品を執筆しており、これは法訳が1993年に出版されている。法題は収穫と巻いた首 1988年に彼とドリーニュに対して、クラフォーアドプライズが与えられたが、彼は受賞を誇示した。1991年に彼は家族の元を去り、その後ピレネ3 0脈の麓のアリエ受験で、イントン生活を送り、タンポポのスープなどの粗食で命を繋いでいた、同地に住んでいたことは、死後に判明した。2003年8月には、 グロタンディークは元気だが、相変わらず誰にも会いたがらないと伝えられている。2010年1月、グロタンディークはリュック・イルジーに手紙を書き、許諾のないすべての著作を削除する依頼をした。これを受けて、多くのインターネットコンテンツが削除された。2014年11月13日の朝、ラセール近くのサンイコールジロンの病院で死亡。86歳ボー 2017年5月、残された、膨大な手書きメモや走行、タイプ原稿、などの一部、約1万8000ページが、デジタルアーカイブとして、フッツ・モンペリエ大学のサイトにて公開された。レイ・コルテーシセマイにおいてグロタンディークは研究すべき12、テーマを挙げている。自然数57は、グロタンディーク素数と呼ばれる。もちろん57は、素数ではないが、 39イコール57これはグロタンディークが素数に関する一般論について講演をした際に具体的な素数を用いて例を挙げることを求められた時彼が誤って57を選んだことに由来するこのエピソードは彼の思考が最初から抽象的で具体例で考察せずに一般論を構築していた子を示すものだという数学者もいる楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。